ょっと、まだ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 。綺麗すぎるだろ、お前。レグルスじゃん。お前、なんだお前、なんだお前。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎週投稿しております。もし興味のある方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。今、チャンネル登録しておけば5億人になった時に、子さんアピールができるんです。そして、アニメの感想やリアクションを先にチラチラっと見たいよっていう方は、動画のシークバーや概要欄からチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで、今回も楽しくリアクションやっていきましょう。はい、というわけで今回見ていくのはリーゼロから始める異世界生活第42話ですね。前回はもうガーフィールの笑顔とか、もうエミリアの決意とかさ、もう見えざる手とかさ、めちゃくちゃすごくて、もうなんかリゼロはここが一番面白かったポイントなんじゃないかと思えるくらいなんですけど、また42話もすごいらしいんですよね。リゼロのファンの視聴者さんからこうDM が来まして、42話は予告も見ないでくださいと。予告も見たらダメです。もうなんかもう見たら殺しますぐらいの勢いで、DM が来まして、もうなんなら本当に、本屋にも近づくなと。本屋に行ったらラノベコーナーで本当にリゼロの単行本の表紙でネタバレを食らうからやめてください。本屋に近づいても殺しますみたいな。僕の行動を制限している。まあ本当に、なんか緊急事態宣言が起きているわけで、リゼロ緊急事態宣言が起きてるわけなんですけれども、まあそんな感じで本当にいろんなものからね、ソーシャルディスタンスを、リゼロディスタンスを取りながら、この一週間生活してきたので、マジで楽しみ。そんだけ言うってことは僕期待しちゃいますよ、マジで。それでは見ていきましょう。リーゼロから始める異世界生活。第42話。よーい。カクシャそれでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、もう29分30秒には触れないぞ。お、これはエミリア。パックの前にエミリアが氷漬け。なんで？泣いてる？え？一人？ん？おお！裸やん。いきなりなんだ。あ、氷結の絆見忘れた。ごめんなさい。パックじゃないの？なんだ？あー、流れてくる。突然溢れ出す。存在する記憶。終わりゼロ。今日ちょっと頭回ってないんで大丈夫かな？理解できるかな？オープニングだけでテイク10ぐらい取り直してんだけど。噛み倒して。あー、今か。エキドナは？あ、なんだ？すんげえ、なんだ？ん？はい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 。まあ。そういうことね。まあ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 、そういうことよな。仲良くする気ねえよっていう。結構エキドナってそういう、こういう歩くっていう体力ないんじゃなかったっけ？すげえ、喧嘩売ってんじゃん。
これがエミリアの雪が降る前の世界。お姫様部屋？遊ばされていた？おお、ちょっとシュール。なんか雪棚もついてきてるね。何なんだろう。どういう理屈なんだろう。見てるだけじゃないんだ。ああ、ちっちゃいエミリアだ。で、お母さん。わお。かわいい。はっきりと思い出せるママの顔。魔女の娘って言ってたけど、この人は魔女なの？短いね、髪の毛。ホルトナ。ホルトナ。はーん。はいはいはい。お父さんはまあ、言っちゃうといないっていう扱い。うわ、かわいいな。あら。あら、全国3億5000万人のロリア紳士の皆様が本当に歓喜している。なんだ？そうか、精霊が友達みたいなところがあるのか？あら、かわいすぎだろ。おい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 。なんて純粋なんだ。わ？あ、こっからトトロのいる世界へ。あら、抜け出しちゃうの？ええー、かわいいな。でもなんかそれが引き金にならないか？あ、かわいい。え？え？魔女教？お、え？え？魔女教じゃない？これ。え？やば。なんだ？魔女教？ん？世話。お？え？え？ちょっと、まる。え？この声。え？え？え？これ？え？ジュース？ジュース？あれ？違う？別人？ What's up？え、これ、松岡さんだよね？ジュース？あれ？ちょ、待って。あ、そうか！兄上の奥様。邪精霊がペテルギウスなんだっけ？じゃ、これは？取り付く前？綺麗すぎるだろ、お前。ジュース。そうか、ペテル、あれも言ってたもん。ベアトリスも言ってたの。エルフたちってこと？すごい、なんか。戦闘狂みたいな格好してるね。フォルトナさん。もうリビト。おーおーおお。どこで狂ったんだ？このジュースは。
魔女教だから？ん？すげえいいやつじゃん。ロマネコンティ。司教？もうこの頃から滞在司教？はぁ？そうか。エミリアに目をつけた理由ってそういうことか。あー！ジュースの記憶の覗いたからか。ペテルギウス。ちょっと兄上の周りの話がちょっと気になるな。かわいい。まあ、オサって感じなのかな。森人の役目。あ、やばい、戻んないと。ああ汚れてるのでバレるぞ。なんでそんな汚れてるの？かわいい。かわいいな、お前。本当に、全国、全億 5億人のお前、紳士の皆様が。すげえ。汚ねえ。ゲロ汚ねえ。ああ、汚してごまかす。意外と賢いな。あちゃー。エミリアが特殊な権能を持ってることは確かだ。何かあるのか？なんで氷漬けになったんだ？ちょっとジュースについて教えてほしいんですけど。なんか、信頼されてるようでムカつくな、みたいな。受けすぎだよ、本当に。めちゃくちゃ言動似てるぞ。ムカつくだろうな。ああ、手ほどきというか、こう、導入にしてくれるんだ。すべてと向き合うための。ジュースと、でもなんか、こう、エミリアを守り続けるってことはなんか、特殊な事情があるっぽいな。そんな可愛い声で脱。あら。いきなり開けるぞとは？これなんだっけ？平川大輔さんだっけ？あれの声ね。バカバカバカっていう人。さあ、ジュース。なんだ？なんかすごい。でも、この時期でも魔女教はカルト教団なんじゃないか？なんだ？何をしようとしてる？ん？なんだお前、いいやつすぎるやろ。
女たらしやな。イケメンやしな。今のペテルギウスを見せてあげたい。もう目ギョロギョロやで、君。36度6分ぐらいですね、みたいな。何何何何？何十年前？何歳やねん？ひっくち。封印か。封印が解けてあんだけ氷漬けになったってことなのかな？もっと、ですって言えよ。あ、精霊が？なんか教えてくれそう。かわいい。もう全国6億人の精霊が今動き出しましたよ。いろんな、なんでもないです。今、ちょっと、変な下ネタを言いそうになった。これが封印。氷漬けやな。何？何が封印されてるの？ドア？なんでもないです。え？解いちゃうの？エミリアが。ちょ、罪深すぎ。少女に背負わせる業ではないぞ。なんだ？こっから邪精霊ペテルギウスが復活したとか？え？もうおしまいだ。落書きを見られた。まあ、確かにラブレター読まれたら、なんかラブラブラインを読まれたら嫌だよな。深夜のラインを覗かれた気持ちなんだろうな。あらあら、俺もラムと。なんて？仲良いな、この三人。この三人仲良しやん。あ、いいわ。ありがとうございます。ばあちゃんでもいいぞ。ばあちゃん子。そうね。どうなったかみたいな。レイドボスみたいな。レイドボスみたいな扱いやん。屋敷の外の話だけどもっていう。あれ？なんで？シーマ苦しんでる。え、これやばくない？魔女院しか？魔女院施設。かわいい。かわいすぎる。アメちゃんあげるから打ちこないっすか？え、本当に真っ白になっちゃいましたけどね。みたいな感じですか。え、なんだ？なんだ？この精霊は何をしたいんだ？
事件レベル1、殺人事件。カラーズ基準ではそうですよ。なんだ？あれ？エミリアじゃねえかっていう。なんだ？最短？What？ あなたのために魔女に。なんだ？どういう位置づけなんだ、エミリアは。お姫様っていう感じなんだろうけど。見るだけで泣くか？なんか、これはやばい予感がしますわよ。ペテルギウス側を覚えてたわけよな、エミリアがあれだって。父親にすがる。父親は？父親が気になる。パックと俺がついてるぜと。成長してるね、エミリアも。成長してますやん。こっからだね。前置きが長い。あと9分しか見られへんやないか。あらあら。息が。魔女因子が封印されてるっぽいな。見えざる手がないもんな。むずいよな。俺だってこれ狭い中でリアクションしてるわけだからな。勤勉だな。あ！全国10億人のロリシッチの皆様お待たせしました。エミリアの怒り顔です。この話だけで何億人もロリコンが増えてる。言っちゃったよ。すごいやんちゃで可愛いね。捕まえた。反省してっていいな。あ。かわいいな。あら、ごめんなさいって言いましょう。
そうね。約束破っちゃいけませんわよ。こういうふうに約束を破ることの重さみたいなのは、まあこういうのが深層心理的にエミリアにあったんだろうな。約束にこだわるあたり。泣かなくてもいいのよ。よし。エミリア、いい子やな。泣いてる？ははは。尊すぎて泣いてる。あ、俺も涙が出てきました。尊すぎて涙が出ました。誰？精霊使い。精霊術。そうね、なんかでもどうしたいのかがわかんないからな、でもこの人たちはエミリアを。ははは。かわいい。おい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 。何言ってんのよ、ドーン。長い時を生きる。おばん扱いしても怒るし、子供扱いしても怒る。なんだよ、お前。夫婦か？夫婦か？おいおいおい。カップルか？ってなると、スバル、パパをぶっ殺したことになるんだけど。スバル、エミリアのパパをぶっ殺したことになりますけど。まあ、でも、稀の母は違うから、セーフ。なんか歪んだ。言っちゃダメだよ。お父様とお母様が健在？え？これ死んでる？フォルトナお母さんじゃないの？あ、波川大輔さんか。平川大輔さんじゃないわ。エルメロイの人ね。ちょっと、名前忘れちゃったけど。はーん。え、裏切りそう。裏切りそうなんですが。裏切りそうなんですか、それは。あー、ちょっと待って。なんでもない。別にいいか。キャストをしっかり見ておかないと何が起こるかが これから起こることで準備をするために俺キャストを見るようにしてんだけど。見逃しちゃった、また。ああ、いいじゃん。けどなんか、こう考えるとジュースは狂っちゃうんだよな。それがちょっと悲しいよね。何？誰ですか？
レグルスじゃん。なに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 。お前、なんだ、お前、なんだ、お前。なんだ、お前。お前、スタイリッシュ。リズ、ジュースと、フォルトナが滞在司教、強欲担当。コルニエス。What? はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、これキャスト欄見とけよかったなー、マジで。うわ、レグルスってあったわ、気づけなかった。アーチの声優さんの方が気になっちゃった。マジで。リアクターとしてこれはどうなのかという反省点も踏まえながらいろいろ話をしていこうかなと思うんだけど。なんでレグルス来たまず？あそこに嫉妬の魔女因子が封印されてたとか？どういうことなんだろう？わからんけど。まあ、ただ、レグルスのことを知らないってことは、ジュースは魔女教の滞在司教ではない。司教と滞在司教がいる？ああ？わからんぞ、マジで。いやー、でも今回は結構やばいな。いろいろと事実が明らかになったな。これ何度か見た方がいいな。一回じゃ追い切れない事実があったりとかなかったりとかするからな。まあ、多分、フォルトナの娘じゃないことは確定なんだろ、エミリアって。多分、フォルトナのお兄さんの娘がエミリア。で、魔女の娘みたいなことを、まあ、いわゆる魔女っ子ってことをエキドナは確か言ってたから、その母親に何か問題があるのか？なんだろう、魔女の血を引いてるからすごい神聖視されてるとか、あの魔女教のジュースが泣き出したってことはそういうことだよね。そういう部分を感じて泣き出したりとかしたのかな。いやー、わからんなー。むずいぞ今回。ジュースもびっくりしたよ本当に。いや、お前ペテルギウスやん、ペテルギウスやん、マジで。ただペテルギウス自体はあれは邪精霊の名前だもんね。邪精霊に乗り移られて、ああなった。で、エミリアに目をつけた理由っていうのは、多分だけど、あのジュースの記憶を除いて、こうなったってことなのかな？なんか嫉妬の魔女を下ろすのにふさわしい、器はエミリアしかいないみたいな感じなんだろうな。まあ、これジュースとフォルトナが、まあ、ほぼ全てを知ってるっていうような感じだろうな。うん、エミリアの記憶が世界の全てを知ってるかって言われたら、そういうわけじゃないからね。本当に。すべては知らないわよ、知ってることだけみたいな感じだから、本当に。エミリアが、嫉妬の魔女とどういう関係かっていうのは今回では明らかにならないはずだし、それは多分フォルトナとかジュースが知っている部分であるから、どうなっていくの？マジで。わからんないけど。ただすっげえ不穏よね。お父さんとか言ってたっけ？お父さんとか言ってたな。なんか、試練で苦しんでる時お父さんみたいなこと言ってなかったっけ？お父さんは？お父さんは何してんの？この銀髪はお兄さん譲りで、この優しい顔はお母さん譲りね、みたいなこと言ってる。出てくんのかな？お兄さん。出てこない。何なんだろう？何してんだろう？何してんの？すごい考えることが多いんだよな、マジで。もうだって感想を話すとなるとさ、もうさ、ロリリア可愛いな、っていうしかそれしか出てこない。あー、エミリアちゃん、ちっちゃいエミリアちゃん可愛いね。ぐらいしか出てこないんだけどさ、考えるとなると、非常に眉をしかめてしまう。うん。いやー、ただ本当に今回のエミリア可愛すぎて、多分世の中に何人の紳士と美精霊が生まれたのか、そういうところではありますね、本当に。ロリコンの美精霊たち。お前らっていう感じですね。いやー、でも今回はすごい引いてきたね。うん。お前次回も絶対見ろよってこう、胸ぐらつかまれてる気がする。なんかそんな感じがする。すごい。レグルスとどうなるの、フォルトナとか村の人たちは。あの封印は何だったんだろう、結局。あれは魔女因子なのか？魔女因子説を押したけど、レグルスが出てくるってことは、魔女因子説はないよな。だってもう滞在司教っていう概念があるんだもんな。魔女因子をこう受け継がれてきてるわけだから。嫉妬の魔女因子とか？それが解かれて、まあ、膨大な魔力とともにエミリアに取り付いて、だから、
無意識のうちに嫉妬の権能として、何、死に戻りを話すと、そういうことを言っちゃうみたいな、そういう風になんか暴走しちゃうみたいなことがあるのかな。まあ謎ですね、本当に。なんかここで考えてもしょうがないような気がする。はい、まあそんな感じで今回は終わろうかなという風に思います。はい、それじゃあ今回のまとめ、チャンネル登録お願いします。はい、というわけでこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。なんかエミリア可愛いとかフォルトナ美人やとか、これでも僕はジューサーですとか、なんかそういう、なんかコメントお待ちしております。そういえば、ベアトリスもジュースって言ってたけどさ、知ってるのか？ちょっと待って、知ってるの？え？死んだのね？死んだのね？みたいな感じ。え？知ってるってこと？知り合い？ベアトリスとは。どういうこと？まあ、強欲の、なんか、関係者だし、わからなくもないのか？なんか悲しんでたもんな。え？どういうことだ？どういうことだ？あれ？そういうの？なんかもうさ、相関図の矢印が多すぎてね、わけわからんよ。ほんまに。矢印が多いんじゃん、もう。この作品は。はい、まあでもそれもね、次回分かってくると思うので、すごい期待してみようかなというふうに思います。以上、D0 から始める異世界生活第42話でした。バイバイ。